モンハンのちょっとした疑問。討伐報酬だともうちょっと報酬が多くてもいいと思います。なぜならば1等分の素材を丸ごと使えると思っているからです。あると思います。はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、はじめましての方は、はじめまして、僕ゲーマーガライラガイでございます。さあ本日もモンハンダブルクロスやっていきたいと思います。今回は討伐ではなくて、こいつですね、週末の時、まあ、ミラボレアス、ミラバルカンになるんですかね、ここだと溶岩島なんで、ミラバルカンの V 破壊報酬ですね、こちらの方を今回はご紹介したいかなと思います。こいつに関してはとにかく、まあ、頭は狙いやすい部分、まだ若干でも狙いやすいんですけど、とにかく翼ですね、翼がどうしても破壊しづらいというところで、とりあえず確実にまあゲットする方法として、なんかできないかなと思って、とりあえず装備関係を一応整えてみて、こんな装備で今回は行ってみたいと思います。これですね、まずは睡眠のネルジーズ、これを今回はセットしております。でもってさらに、スキルですね、これが特殊攻撃異常状態のプラス2で、あとはまあ回心強化、あと爆破で、翼を破壊していくという形で爆弾強化、こちらの方をつけてきている状態に、なります。とさらに、おともちゃんですね、おともちゃんの装備の方に、装備って見てたかな、これ、あ、これですね、ホロロホルルの猫パラソル、こちらの方をつけてきております。睡眠が、ブーメラン性能で30とこういう形で、これでとにかく睡眠爆破で、ソロでなんとか、100% V 破壊を行って報酬を得ると、通常の討伐や撃退でも10数%だったかなで、目と翼の報酬は出るんですけども、まあ、運が悪ければ本当出ないっていうところなんで、ここは確実にぶっ壊していくというやり方でいきたいと思います。ただし今回は、必ず撃退か討伐、これが必須になりますので、もうミラバルカンには勝てるという方、もしくは、クリアはできるという方の方が、スムーズにできるんじゃないかなと。とにかく報酬だけが欲しいという方ですね。そういう方には、まあまあ使えるんじゃないかなっていうふうに思ってるんで、今回それをご紹介したいと思います。さあ、それでは、ヨガ島の方行きましょうか。よし。まあ、今回はそれ、今回はその V 破壊報酬だけを目的としてやっていくんで、まあ負けるのは覚悟で言ってもいいかなって思ってます。ただ、何遍か負けてしまうとまたオープニング撮りするのがめんどくさいんで、オープニング撮りはここまでという形で、行きたいかなと思います。あとは、音も等が変わってたらすいません。よし、さあ、じゃあ行きましょうか。よし、まずファーストヒットはここら辺かな。ああ、外れた。これうまくいけば3発ここで与えられるんで、まあ、睡眠属性の攻撃でいくとおおよそ、1回のバトルで、5回かな、5回ぐらいは眠らせることができます。で、5回眠らせるとだいたい討伐はできないんですけど、撃退の方は、まあ、できるかなっていうところですね。ちょっとこの装備でまずその討伐はまだしたことがないので、
ちょっと微妙にダメージ食らってますね。腹が刺すぐらい。あ、やばいやばい、尻尾行った。1回目が出ましたね。まずは右側の、翼を破壊していきましょうか。1個に絞って攻撃の方はしていった方が、いいかなというふうに思います。よし、まずはこれで2回目の睡眠と。やっぱりすごいですよね、この状態2以上2とおともちゃんのそのなんていうんですかね、おともちゃんの防具ですね、そしてこのその睡眠蓄積値ですね、蓄積値が半端じゃないなっていう、こんなに5分も経ってないのにもう2回目の睡眠ですからね。よし、さあこれで3回目ですね。おそらくこれで、確か壊れるはずです。今穴が開いてない状態ですけど、ここで、あ、壊れなかったかな。あ、壊れてないですね。もうちょいですね。あともう一回ですね。さあこれで4回目ですね。さあこれで翼が、ぶっ壊れるはずです。さあでは行きましょう。さあこれで壊れたかな。あれまだ壊れてないですね。見せたかな。よーし、さあ3発目いきましょうか。これで翼に穴が開くという流れですね。頼むぜ、これで流れんかったら勘弁してくれよ。よっしゃ、はい、行きましたね。さあ穴開いております。あららららら、はい、翼に穴開いてますね。これで OK です。さあちょっと1回戻りますね。ちょっとアイテムをいっぱいもらっていこう。あ、飛躍もあったんだ。全然使ってなかったな、こっちの飛躍を使わなきゃ。さあこれであとは討伐まで追い込むだけという形ですね。だいたい今ので5回目かな、睡眠が。なんでうまくいけばあと一発睡眠が発動させられます。はい、穴開いてますね。あれ穴開いてる。あ、壊れてますね。はい、壊れてます、壊れてます、ちゃんと壊れてます。壊れてなかったらどうしようと思ってましたけど大丈夫ですね。これミスった。
ああ、よかった。ミスったと思ったけど。さあ、翼はもうこれ壊れてるんで、次は頭に行きましょう。さあ、これで、壊れろ残念でした。残念ながら、まあ、撃退でしたね。最後の一発あれが当たってたらもしかしたらってとこでしたけど、まあまあ今回の目的は翼報酬の獲得が、メインの目的なので、頭はいければよかったかなっていうところですね。これで討伐、この装備で討伐できんのかな。あーでもホットドリンクとかいろいろと攻撃力を上げていけば勝てないこともないかな。これですね、はい、これが確実にまあ壊したんで手に入るというところですね。まあ、これがなかなか手に入らなくて結構苦労はしたんですけど、まあ、こいつの武器を作るためだけだったんで、装備を作るつもりはなかったんで、あんまりなかったような気がするんですけど、それでもまあもらえる報酬は欲しい、ありがたいですからね。いやあ、これ今翼当たってますね。こういう時にも翼を当てておけば、ここはジャスト回避で行かなくても大丈夫だし。見たかな。手がどうかダメだな。ああ受けちゃダメだ。今の左右切りは下手だ。ちょっと一回回復しましょう。よし。ああ最悪、こっちに向かないで本当に。よし、まあ、これで当たってるっちゃ当たってるんでしょうね。脇腹から攻撃していくと、よし、一発頭に入ったな。翼もこうやっていけば結構当たりますね。やっぱ脇腹から攻撃すれば当たるんだ。これはちょっとミラルーツ戦で初めて自分も使って、なるほどなって思ったやつですね。このずり足、ずりずりっていう効いてくる、ここはすごく攻撃、ここら辺だな。よいしょ、ここで翼も当てられるんだ。これはちょっと初めて知りましたね。睡眠爆破だけしかできないのかと思ってましたけど、ちょっといい勉強になりましたね。はい、というところで、今回はミラバルカンの翼破壊というやり方ですね。ちょっと撃退にはなりましたけど、討伐できなかったんですけど、これで、翼の方は確実に今、ゲットできるということですね。まあ、それ以外にもちょっと引き際ですね、頭を後ろに下げるときに翼が若干下がったりとか、緊急回避で脇腹から傷むそぎを当てると翼にダメージが与えられたりとか、ちょっといろいろと発見する部分もあったんですけど、今回は、睡眠爆破ですね、こちらで確実にゲットする方法という形で、ご紹介をさせていただきました。次は頭ですね、頭の方の破壊、こちらの方も挑戦してみたいかなと、思いますので、よかったらそちらの方もまた見てやってください。はい、というわけで今回はこのところです。それではバイバイ。